湯川駅は和歌山県東室郡那地勝浦町大和座にがにある西日本旅客鉄道規制本線の駅である。ホームからは砂浜が見える島式ホーム一面二線を有する行き違い可能な地上駅。ホームは広く和屋の作りもしっかりしている。駅の裏手、東側には湯川海水浴場の砂浜が広がっており、ホームからよく望むことができる。 コンクリート作り平屋の駅舎がホームの西側、国道42号に面して置かれており、駅舎とホームの間落ち角が結んでいる。新宮駅管理の無人駅であり、駅舎内に残る出発口はシャッターが降りたままの状態となっている。トイレは男女共用の推薦式である。2021年3月13日より愛子家が利用可能になる。自動券売機はない。 駅近くに立地し、前述の通り駅の東側すぐのところに、湯川海水浴場の砂浜が広がっている。駅から国道42号を北へ行くと、およそ800メートルほどで郷土の詩人、佐藤春夫がその名を付けた、継承地湯川仕方に至り、そのほとりに湯川温泉が流出する。湯川温泉は、同じな下津浦町にある、勝浦温泉とは、 打って変わって静かな雰囲気の温泉で、床仕方に流れ込む川に沿って数軒の旅館やホテルが点在している。かつては列車による観光客も多く、準急急行、南紀急,急行、木の国も停車していた。木の国廃止後に特急、黒潮が増発された際、一部の列車が停車することとなったが後に停車駅から外され、現在では普通列車のみの停車駅となっている。 近年の1日平均乗車人員は以下の通り、ありがとうございます。